新規感染者は435人で、先週の火曜日と比べて2倍以上に急増し、初めて400人を超えて過去最多です。居住する自治体別では、浜松市が115人と最も多く、静岡市が98人、富士市が24人、焼津市と磐田市が23人などとなっています。初めて100人を超えた浜松市は、若い人を中心に会食の場で感染が急増し、さらにその親の世代の40代や50代にも拡大していると分析しています。静岡市も100人に迫る拡大傾向に危機感を強めています。浜松市も100人を超えたということで、静岡市もこれは一言ではないというふうに考えております。そういう中ではですね、やはり危機的な状況というふうに市民の方々も捉えていただいて、ぜひとも感染拡大防止に関するご協力をぜひお願いしたいと思います。静岡市では職員の感染も相次いでいて、今日は新たに清水庁舎に勤務する産業振興課の職員と、葵区の美幸町図書館の職員合わせて2人の感染が判明しました。2人とも業務上での濃厚接触者は市民を含めていないということです。また新たなクラスターも2件確認され、富士市の新富士病院で患者と職員合わせて6人、焼津市の高齢者施設で利用者と職員合わせて6人が陽性となっています。